皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2016年の5月の17日、火曜日ですか。あ、火曜日ですよね。月曜日か。月曜日ですね。ちょっと待ってください。火曜日ですね。混乱してますね。今日は火曜日ですね。明日が水曜日ですから、すいません。土山純一さん、コンティニューコインですね。コンティニューコイン2枚と、お茶が6杯ですか。ありがとうございます。それから、吉行さん、コンティニューコインですね。それと、瀬戸の風さん、コンティニューコインですね。それから、K さんですね。コンティニューコイン。ありがとうございます。初っ端からちょっと、混乱しましたけど。昨日は、そうですね、休養のためにお休みしていただいたんで、月曜日はお休みということで、今日は火曜日ですね。時間が午後7時59分ということで、大幅に遅れました。申し訳ありません。ということで、今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたけど、2020年東京オリンピック買収疑惑の主犯は安倍晋三首相、森喜朗当時の招致委員会評議会議長、当時の猪瀬都知事、当時の武田招致委員会理事長と電通だろうと。こいつらが買収劇を主犯として実行したんだろうということなんですね。衆さん、コンティニューコインですね。配信ありがとうございます。土山さんですね。そしてこの放送の前にコメント欄にアップしていただいたもので、私の方で第10回目のワイワイニュースネット世論調査の中間報告が出ましたということで、96% が安倍晋三は戦後最悪の政治家であると、で安倍晋三は優れた政治家であるというふうに回答された方が 4% ということですね。明日の午後1時半まで、最終回答の回答の最終日が明日の午後1時半までですので、ぜひたくさんの人がですね、答えて回答していただきたいと。現時点で86名様かな。それから私の方で、この間ずっと3回にわたって、分けて翻訳してましたけど、ザ・ガーディアン紙の、2020年東京オリンピック招致買収疑惑記事の全文和訳ということで、ブログの方にアップしましたので、ぜひお読みください。からアイボニエさん、米軍は条約や協定の組み合わせによって日本の自衛隊を戦争で自由に使う法的な権利、指揮権を持っていると。日本はなぜ戦争ができるようになったか、矢部浩二さんの最新刊ですね、最新本ですよね。それの立ち読みということで、集英社が出てるんですかね。それから今日のメインテーマということになりますね。周さん、ただいま配信中の今日のあれですね、メインテーマをリツイートしてくれましたね。最初は例のごとく、ワイワイニュース支援組織ミルの会入会のお願いということで、世界中から1、貧困と大格差社会、2、テロと戦争、3、核兵器と戦争兵器を最終的になくすために1000名の支援者を募集しますということで、URL を今貼り付けたいと思いますので、よろしくお願いします。この貧困と大格差社会、テロと戦争、核兵器と戦争兵器って、これ3つですね、バラバラではなくて全部つながったんですよね。行きましたね、ありがとうございます。から吉行さんが東京に、今日のメインテーマですね、配信中ってことですね。はい。そして、ワイワイニュースネット世論調査の中間報告で、今日の午後6時現在の中間報告、安倍晋三は優れた政治家である 4%、
安倍晋三は戦後最悪の政治家である 96%、 回答者が87名様ですね。ツイッター85名、メール2人ということで、回答の締め切りは明日水曜日5月18日午後1時半ですので、できるだけ多くの人に参加していただきたいということで、この URL を貼り付けますね。ツイッターのアカウントをお持ちの方はツイッターにアクセス、まあ、アカウントを持ってなくても自由にアクセスできると思うんですけど、一応 URL のがここです。そしてツイッターやってないという方は私のメールアドレス宛てに直接回答していただきたいということですね。ということですね。そして、2つ目はですね、集会イベント案内ということで、子どもたちに平和な未来をアートフェスティバルというものが、今週の日曜日、5月22日日曜日、時間がかかんなかったね。ちょっと待ってください。時間が午前10時から12時ですかね。ちょっと確認しますね。10時から12時です。会場9時40分と、これがちょっと抜けてましたね。ということで、場所がアカデミー明大とレクリエーションホール B1 階と、東京都文京区春日 2-9-5 で、丸の内線の明和台駅より徒歩10分と、春日通り小石川郵便局向かいと、会費500円と。で、出演者は池部、幸恵さん、ピアニスト、平和のピアニストとして国内海外で演奏活動されていると。で、池部さんのご講義ですね、今回大人たちは手遅れかもしれないが、子どもたちに伝えなければならないことがあると。これを歌ってくれるんですね。それと出演者が増山玲奈さん、映画監督、アーティスト、7月の参議院選挙に東京都でチャレンジ予定と、ニッキー松本さんというミュージシャン、ボーカル、ギター、琵琶、キーボード、作詞作曲をこなすマルチなミュージシャンですね。それから日本賢吉さんという日本国憲法全文、武田義吉さんと読むんですかね、1974年作家活動開始、個展、企画展、グループ展多数と、こういうことです。これをちょっと今、二つに分けないと入らないと思いますけど。10時から12時っていうのはちょっと抜けちゃってましたね。午前10時。12時と。ちょっとあれですね。-66。
で最初はこれですね。そして2番目が交通、丸の内線茗荷台駅より徒歩10分と。ああ、マイナス31。うわ。ああ、マイナス。これですね。で次が これですね。ミッキー松本さんと日本賢吉さん。で主催が市民が求めるマニフェストの会、連絡先メールと。ということです。ちょっと5つに分かれましたけど、今週の日曜日ですね、5月22日、午前10時から12時までということです。音楽会ですね。そして今日の画像ですけど、これは例のオリンピック招致疑惑で、これが例の賄賂をもらったと、2億2000万円もらったという、こちらはセネガル人なんですね。ギアック前国際陸連会長兼 ILO 委員ですね。で彼が非常な実力者で、オリンピック開催地を決める強力な力を持っているということで、彼を買収して東京への票を取りまとめてもらおうということで、こちらが買収資金を送った主犯で、彼が賄賂を受け取った共犯ということですね。そして同じように主犯がいるんですね。これは2020年オリンピック招致委員会の理事長であった、その当時ですね。で招致が決まった段階で、それが組織が解消されて、彼は日本オリンピック委員会 JOC の会長になったんですね。武田常一って言うんですね。なんか皇室の血が流れてるかどうか知らないですけど、武田家の血筋なんですかね。で彼がですね、元事務局長の樋口氏と連名で見解を発表したんですね。 何言ったかというと、招致計画作り、プレゼン指導、国際障害のアドバイスや実際のロビー活動、情報分析など、多岐にわたる
招致活動の業務委託コンサル業などの数ある中の一つであり、正式な業務契約に基づく対価として払ったと、こういうことなんですね。で、3枚目がブランディックダンディ。これですね、シンガポールのいわゆる2億2000万円を日本のオリンピック招致委員会武田会長が支払ったと言われているブラックタイディング社というのなんですけど、これが元代表とシンガポールで、場所はですね、事務所の場所がアパートの一室なんですね。普通の民家の一室と。でもうこの会社はなくなっちゃってる。これ完全にペーパーカンパニーですよね。何の実態もない。だこういう何も実態ない会社の口座に2億2000万円も武田会長、理事長か当時が支払ってた。それで、正式な業務契約に基づく対価として払ったって。ないですか。ペーパーカンパニーに何が対価を。砂月さん、会社じゃなかったシンガポールのブラックタイディングと。なんでない、ネットゲリラ。そう、何にもないんですよ。要するに今パナマペーパーで騒がれてる、タックスヘイブン、シンガポールってタックスヘイブンですかね。そこにペーパーカンパニーとして、民間の住宅にとりあえず住所を置いたと。何の実態もないと。こういうところに2億2000万円も払ってんですよ。業務契約に基づいて正式な。ふざけんな。ということですよね。で、今日のメインテーマに続くんですけど、要するにこの4人ですね。安倍晋三、それと当時なぜかですね、政界を引退した後もうごめいてた森喜朗、当時の招致委員会の評議会議長というタイトルでいたんですね。それと当時は猪瀬都知事、石原慎太郎都知事が2012年の12月に突然辞めちゃったんで、急遽都知事選があって猪瀬都知事が400万票取ったっていう、これもいかさまなんですね。それと武田招致委員会の理事長、この4人と電通ですよ。すべて電通がマスタープランを作って、で、このアイディック ILO 委員長、ものすごい実力者です。で、国際陸連を16年間会長をしてたという、まさに独裁者ですよね。で、 ILO 委員を14年間もやってた。だからオリンピックの開催地を決定するためにの強力な影響力を持ってたんですね。ですから電通がこのアイディックに深く切り込んで、で、アイディックが2014年か、例の、ロシアのマラソン女性選手がドーピング検査で、陽性になっちゃったと。で、それを100万ユーロの賄賂をもらって、もみ消す工作したんだけど、失敗したんですね。それで彼は、国際陸連の会長を辞めさせられたと。こういうことなんですけど、その辞めさせられる数ヶ月の間に、この電通との包括契約を2029年までに勝手に延長しちゃったということをやってんですね。ですから電通とこのアイディック、国際陸連会長、そしてその息子2人ですけど、2人が共にこの国際陸連のマーケティングコンサルタントとして雇われてる。そして電通の子会社で、スイスのルッツェルンに会社がある電通スポーツの子会社、
そこに、顧問としてコンサル顧問として、雇われていた、おそらくシンガポール人の中国系シンガポール人だと思う、タイという人間がいて、でそのタイとそれからアイディック会長の長男ですよね、が非常に仲がいいということで、このルートで全部電通なんですよね。電通がこのマスタープランを全部作って、そしてこの4人、安倍首相、森喜朗、猪瀬、武田、この4人に、承認をもらって実行したというまさに犯罪ですよね。でもしもですね、今日のまあメインテーマなんですけど、もしも東京地検特捜部がまともな組織であれば、当然上記4人の主犯と電通実行犯すべてを公金横領と不正工作容疑で事情聴取して強制捜査して逮捕すべきなんですよね。もしも東京地検特捜部がまともな組織であること、そしてもしも日本政府がまともな政府であれば、2020年東京オリンピックは辞退すると。そしてこれまでに使った予算は全て上記4人の主犯と電通に全て賠償させるというふうに、もしも日本政府がまともであればやってたと思うんですね。でも日本には残念ながらまともな検察もいないと、まともな政府もないと、まともなマスコミもないと、こういう今の日本ではこの巨大な権力犯罪もまたうやむやにされ、何事もなかったかのように権力犯罪者は免責免罪されんだろうということなんですね。だからまともじゃないんですよ。エレファントムさんライブ配信中ですね。今日のメインテーマですね、武田、これなんていうの、爪かつてね、ウィキペディア47年旧皇族武田宮の三男、常安常利 TBS チャンネルというとですね、武田常和か、このいわゆる招致委員会の理事長だったんですね。彼がお金を送金したんですよ、2回もあたって。2013年の7月とで9月に、リオで、IOC 総会があって、そこで東京開催が決定されたと。その前の7月に、賄賂を送って、そして決定された後、10月にも賄賂を送って、計2億2000万円賄賂が行ったと。当然ながら息子の方に行って、でそこから親父の方に行ったんですよね。が今日のメインテーマですね。で関連情報として、東京オリンピック招致2億円振込先、電通の推薦で決めたということで、これは武田会長が参考人として衆議院予算委員会で2億2300万円を振り込んだブラックタイディング社について、国際陸上連盟前会長のミランディアック氏やその親族と関係するとは知らなかったと、嘘つけた。ディアック氏は監査地を決める投票権を持つとともに他の票を取りまとめる影響力もあったとされると。その上で国際オリンピック委員会やその親族で知人であれば問題ないと。武田会長は契約の経緯について、売り込みがあったコンサルティング業者の中から大手広告代理店の電通の推薦で決めたと説明したと。全部電通の人脈、経脈でこれはやられてるんですよ。で2013年9月の招致決定を挟み、7月に国際ロビー活動や情報収集業務として、で10月に承認分析業務などとして支払ったと。こういうことを国会で言ってるんですから、まあ偽証なんですよね。嘘言ってるんで偽証罪で逮捕すると、こういうことですよね。彼は当然中身知ってるんですよ。それから関連情報2として、
JOC 会長五輪疑惑して約2億円は使途は未確認ということで、産経新聞ですね。で、送金先のブラックタイミング社の経営者は当時国際オリンピック委員会 IOC 委員だったディアック国際陸連前会長の息子の友人で票集めの買収疑惑が浮上していると。武田会長は同社からの売り込みを受けて広告代理店の電通に紹介し実績を評価して契約したと。逆だろうと。電通が持ってきたんですよ、ほぼこの会社だけ。だから嘘言ってんだよね、武田っていうのはね。グランディック社が直接売り込みなんか来ないですよ。電通が全て手配して電通が推薦すると、強力に推薦してここに決めちゃうということでしょう。で、関連情報3、招致でフランス検察当局が捜査開始、13年に2億2000万円超送金、国際陸連前会長の息子にと。共同通信ですね。安倍政権維持のためにそうですよ、オリンピック招致と。だ、彼は安倍政権、自公ファシスト政権を維持するためには何でもやると、何でも作ると、何でも利用すると。だから犯罪でもどんな手を使ってでもやるよということの一つでしょうね。ということです。そして、あ、この間一番最初にこの疑惑を暴露したザ・ガーディアン、イギリスの新聞紙、大手新聞紙の記事ですね。東京オリンピック1.3 million payment to secret account raises question over 2020 games ということで、東京オリンピック秘密口座への130万ユーロの支払いは2020年東京オリンピックへの疑惑を招いていると。だ、このガーディアンの最初の第一報の130万ユーロっていうのは2013年の7月の最初の手付金でしょうね。そして成功報酬として2回目が払われて全部で2億2000万ということなんですね。そうですよ、当然ながら電通がピンハネしますよ。ペイバックを要求するでしょう。だ、電通ってのは悪いよね、すべて。だから電通と、それからいわゆる奥の院と言われる、決して姿を見せない、回収ユダヤ人、ロシア領、国際金融マフィアと似てますよね。すべて段取りは自分だけが、自分たちがするんだけど、そして代理人にやらせんだけど、自分たちの姿は一切見せないと、こういうやり方ということです。それでこの記事の前訳を今日の原稿に載せようとしたんですけど、ちょっと長すぎるんで、私の2つのブログにですね、全文日本語訳をアップしましたので、これの URL を放送前にアップしたんですよね。ちょっと待ってください。これだ。これ再度貼り付けますので、ぜひお読みください。石森さん、お茶ですね。ありがとうございます。配信ありがとうございます。これですね。全文和訳です。ということです。で、今日のトピックス、五輪招致疑惑、裏金疑惑、責任転嫁で逃げ切る、逃げ切りハード、JOC のアクラスという日刊現代ですね。これは URL 貼り付けますかね。そうか、今日飛ばしちゃったのなんだ。メインテーマがすぐ行っちゃったんですね。これだ。日刊現代。
日刊現代も電通のはあの名前は出さないんだよね、遠慮して。大手広告代理店というか形でしか言ってないですね。そしてちょっと抜かしたところを戻りますね。今日の画像はお見せして、映像ですね、今日の映像、デモクラシーなら山崎さん、東京にできると思いません。絶対できないですね。で、前から言ってますように、2020年までに、太平洋の放射能汚染がもう最大ピークになって真っ赤っかなんですよね。ドイツの、海洋研究所のシミュレーションで、2011年3月から太平洋が放射能セシウム137に汚染される度合いをですね、シミュレーションで発表したんですよね。それ見るともう2020年は日本海含めて真っ赤っかですよ。だから地球の半分近くが放射能に汚染されているという中で、アスリートがあるいは世界中からの観客が結構ないですよ。だから絶対できないというふうに前から言ってたんですね。さらにこの疑惑でしょ。だからできっこないですよ。それでこの間できるという前提で莫大な予算が使われ始めているという、その金はこの4人、主犯4人と電通に全額払わせると、そして彼らを刑務所に送るとこういうことでしょう。我々がすべきことは、残念ながら東京地検特捜部は絶対やらないと。これは日本政府も2020年東京オリンピックは不正疑惑で、正当性がないから返上しますとこういうことをですね、ということを決して言わないですからね。それで、まあ、昭和天皇のあれほどの戦争犯罪が何事もなかったかのように免罪免責され、戦後名前を変えただけの天皇制のトップにイメージチェンジして、平和天皇、家族愛の天皇、学者天皇、だからメダルの裏と表なんですよね。昭和天皇は戦前は白馬にまたがった大日本帝国陸軍海軍の総帥者、侵略戦争を企画立案して実行させた戦争遂行者、メダル戦後になるとメダルの裏になって、高校野みたいな感じで全国を興行して行行して、提灯行列で、バカな国民が騙されて今でも天皇制を支持しているという人が 80% 以上いるんですかね。それで、戦争責任は戦争責任という、言葉は私は勉強してないんで、分かりませんと、とんでもないこと言ってるんですね。何でしたっけ。あ、周さん、自分も気づきましたと。そうですよね。日刊現代も電通って書かないんだよね。そして電通が486名の個人のパナマペーパーにを検索して480名の日本人の名前を2日にわたってですね、報道したんですよね。でも同時に40社以上の日本企業法人があるわけですよ。でそれに関しては一言も言わないんだよね、日刊現代。法人の暴露40社以上、それは何でなの。だからそこが日刊現代の裏と表なんですよね。表は反権力、反安倍の表と、で裏は結局電通とかあるいは広告スポンサーに対しては反逆できないとこういうことですよ。
最たる権力犯罪と。電通は外交問題評議会の中核をなす存在と。CFR の、そうですよね、どこでも入ってんでしょうね。鈴木宏さんですね。選手を強制的に参加させられる国といえば、日本、北朝鮮、トルクメニスタン、大種くらいですね。というなるほど。本当強制的なんだよね。ということで、デモクラシーナウの映像ですね。これオフショアの映画に関しての15分の映像ですけど、我々が支払う代償、オフショア資産隠しが国内の人々の金を盗むことになる理由という、これをちょっと、なおちゃん、コンティニューコインですね。これを今、貼り付けますんで。これだ。これですね。デモクラシーナウ。要するに税収が減少するわけですね。本来だったら本国で税収があるにもかかわらず税収が減少するということで、1000億ドルの税収が年間毎年アメリカでは失われていると。1000億ドルって言ったら12兆円ですよね。すごいですよね。12兆円、この巨大な税収が失われることによって公共サービスは劣化すると。道路など公共インフラの維持が困難になると。一般市民は増税や社会保障の削減を押し付けられ、乏しい公共サービスに我慢するしかないと。個人の負担は増大し格差は拡大する一方、 IT 革命で仕事は消滅し人々は生きる手段さえ奪われると。これは国家と市民との約束である社会契約の崩壊ですということですね。まさにそうですね。12兆円の税収がタックスヘイブンに、奪われているということですよね。だ日本もアメリカの3分の1の規模ですから、4兆円とか5兆円の税収が失われてるんでしょうね。ということは消費税が 2%、3% 近い。森森さん、コーティニコイン2枚ですね。こんばんは、よろしくお願いします。なおちゃんさんですね。日刊現代は普段はまともで、都知事選では水俣加害者救済細川小泉の全面支援、そういうの。だから メダルの表と裏をうまく使い分けたんですよね。だから騙されちゃいけないと。日刊現代、皆さん。メダル、今回はメダルの表だけど、いわゆる法人、40社以上の法人名を暴露しないというのは裏ですよね。で、表でよくやったと、480名の個人名を全部出したというのは確かにすごいと思うんですけど、でも、なんで法人名40社以上あると言われてるのに出さないのと。片手打ちじゃないと。これはメダルの裏なんですよね。だから何事もメダルの表というか、だから表の金融世界、金融経済と裏のオフショア、タックスヘイブンというのはメダルの表と裏と全く同じですよね。それと今日のキーワードですね。これはブログの隠された真実より転載しているワーテルローの戦い。これ面白いですね。1815年、ナポレオン率いるフランス軍とウェリントン将軍率いるイギリス、オランダ、プロセイン連合軍のヨーロッパの覇権をかけた戦いと。1815年ですね。で、この時イギリスは国債を発行することにより戦費を調達。イギリスがまくることになれば当然イギリスの国債は大暴落すると。ある日、ネイサン・ロスチャイドが青ざめた顔をして急にイギリスの国債を売り始めたと。ネイサンが独自の情報ネットワークを持って
持っていて、いち早く情報を入手できることは知られていたので、それを見て投資家たちはイギリスが負けたなどと思い込み、英国債を割れ先にと売り始め、最終的に大暴落したと。その裏でネイさんは秘密の代理人を使って紙くず同然となった英国債を買いまくっていたと。翌日、イギリス勝利の情報とともに英国債は暴騰したと。しかしその時はネイさんがイギリス国債を大量に買い漁った後だと。これにより多くの投資家とほぼ全ての名門の家計が破産したのに対し、ネイさんは当時としては天文学的な数字である約100万ポンドの利益を得、この日の賭けで儲けただけで財産が2500倍に増えたと言われている。このことは後に連合軍はワーテルローの戦いに勝ったが、実際に勝ったのはロシアだということ言葉座となってヨーロッパに残っているそうである。そしてこの時を契機としてロスチャイルドのイングランド銀行支配が始まったと。1820年代には各国の大蔵大臣がロスチャイルド5人兄弟に買収され、国の借金を作り、公債を発行してその2倍近い金利をロスチャイルド商会に支払ったと言われると。ロスチャイルド商会の総資産は1815年には333万フランだったものが、10年後の1825年には1億6000万フランまで膨らんだということですね。だから50倍以上の戦争で儲かりますね。それとロスチャイド5社っていうものですね。ロスチャイド5社とは NM ロスチャイルド、サミュエル・モンターギュ商会、シャープス・ピクレイ、ジョンソン・マセソン、そしてカモッタ・ゴールド・シュミットであるということです。これはもうワーテルローの戦いで当時の1000万ポンドの利益だったということですね。日刊現代やマルチ・ホソノらの民主党解党要求の際も彼らを応援した。あ、そうなんだ。だから日刊現代を 100% 信じるってことは危険ですよ。裏と表があるんだってことを見据えた上で彼らの記事を評価するということが必要ですよね。何事においても表と裏、このワーテルローの戦いの URL を貼り付けます。結局ロスチャイルドは戦争によって肥大化したと。これじゃない。だから彼によって戦争は儲ける最大の、収入源なんですね。だからせっせせっせと大規模戦争を仕掛けるわけです。で、おそらくもう一つの目的っていうのは、ゴイムをできるだけ殺すと。こういうタルムードの教えを忠実に守っている。鈴の木ひろむさん、報道せず地に落ちた大手メディア、それでも底掘る大手メディアと、でもまあ日本の大手メディアは真実事実を国民に報道する報道機関である 5%、日本の大手マスコミは CIA と同じような世論誘導のための暴力機関である 95%。 我々のワイワイニュースライブの世論調査の結果ですよ。だからこの日本のマスコミの正体、表と裏、今まで表しか見えなかった人が裏も見えてくるということじゃないですかね。徐々に増えてきてるんですね。これは大きいことですよ。衆参、現時点で甘利、パナマ文書、オリンピック裏金、刑法、提訴法改悪、TPP、ガソリン代、高市、裏金疑惑などなど、通常、内閣が一発で消し飛ぶレベルのスキャンダル三昧なのに、舛添、清原、ベッキーしか報道しない。そうだよね。
ベッキーの、何、浮気がそれほど重要なもんなの？清原の覚醒剤がそれほど重要なのと。で、舛添のあのスキャンダル、政治資金、規正法違反だけ徹底的に追及するけど、それじゃあ高市の1000万円の、疑惑、裏金疑惑はどうなってもいい。ほとんどほ、あの、報道しないじゃないですか。だからそのことももうみんなバラバラなんですよね。今まで分かんなかったけど、表と裏があるんだと。何事にも。なおちゃんさん、観光立国実現に向けたプログラム、政府は2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を絶好の好機とし、観光立国2020年に向け、訪日外国人旅行者2000万人を目指していると。だから、オリンピックできないでしょ。それと、放射能の汚染が、太平洋もひどいけど、国内も汚染が広がってると。だって、福島第一原発の1号炉、2号炉、3号炉の、それぞれ90トンあった核燃料が、メルトダウン、メルトスルー、メルトスルー、メルトアウトして、今どこにあるかもうわかんないと。で、おそらく、それぞれの原子炉を支えてる巨大なコンクリートの台座を突き破って侵食してんじゃないですかね。それで突き破った後、結局地下水と接触して、地下水、放射能に汚染された地下水が太平洋に流れ込むと。そしてそこから蒸気として上に上昇して空気中に拡散されると。で、空気中に拡散された放射性物質は雨が降って土壌を汚染すると。河川を汚染すると。農地を汚染すると。こういうことじゃないですか。だから、福島県内で、異常な数値が出るっていうのはそういうことなんですよね。そのことを、野田からおかしくなってるんですね。野田が記者会見して、収束したと。収束宣言したんですね。で、これから除染をして、皆さんに戻ってもらうというのを野田がやったんですよ。で、それを受けた、安倍政権が、まさに、汚染された土壌、産地、作物、空気、水のところに、福島県民200万人帰れと。帰らないと、家賃補助を打ち切るよと。こういう棄民政策を取ってるんですよね。それでこの前、お知らせしたように、どこでしたっけ？一番、放射能汚染がひどかった、飯舘村か。あそこの町長が、小学校を来年の3月に再開すると。だから子供を戻ってこいで。いう一方的なあれを出したら、もう子供たちが反発して、なんでこれほど放射能汚染のひどいところに我々帰らなくちゃいけないのというものすごい、まあ当然ですよね、村民の反対で、小学校を1年延期して、再来年4月に開校するって言って、とんでもない町長が、安倍の、あるいは、福島県の、県の、棄民政策に、真っ先に同調して、村民を強制しようとしていると、いう事態になってますね。北海道は今、桜の季節ですが、片やマスコミは現在、スピン報道真っ盛りというですね。だから最近はあれですよね、スピン報道、これはスピン報道だと。皆さん分かっちゃったんですよね。やらせたと。青木さんお茶ですね。ということです。何でしたっけ？今日のキーワードですね。で、今日の一言。これ前も言いましたけど、女優の井上晴美さんという女優さんが、熊本の方に、移住して、で、メキシコ人の男性と結婚して、ちょうど熊本大地震の震源地の上に
自給自足の生活をされてて、でまさに、大地震に被災したんですよね。で、週刊文春の5月15日号に彼女の、まあ、インタビュー記事みたいなのがあったんですけど、彼女何言ってるかというと、地震には P 波 S 波というメカニズムがありますよねと。だから最初の揺れで地震を感知するという認識があったんですが、今回は何の前触れもなしにいきなり来たので本当に怖かったと。地鳴りもなし、急に下からドーンと突き上げてきたと。重たいものが一斉にひっくり返る感じですと。心構えができないから余計怖かったと。だからそうなんです。P 波はないんです。S 波がドーンと来たと。これこそが人工地震の特徴じゃないですか。から2つ目の今日の一言、パナマ文書には日本関連では少なくとも40以上の法人、450人以上の中小企業経営者、医師らが含まれていると。これは文春ですね、6月号文藝春秋の奥山朝日新聞編集委員が記事を書いてるんですけど、その中に言ってるんですね。で、先ほどの日刊現代の話に戻りますけど、5月13日14日、2号にわたって日本人486名の全氏名を公表したが、なぜか40社以上の法人名は日刊現代公表してないよと。おかしいんじゃないと。個人ばっかりやってと。こういうのが疑問なんですね。直下地震では自然には存在しないんですかねと。まあ、直下地震で、P 波、S 波でも P 波が全然ないってことはないんじゃないですか、直下地震でも。やはり断層が崩れるというのは突然崩れる、 P 波がなくてドーンと崩れるということなんですかね。だから P 波が全然ないっていうのは人工地震ですよ。いくら直下型でも。それとまあ熊本の場合は震源地が一つの震源地が熊本の陸上自衛隊の駐屯地にぴったりあっちゃった。それから震源の深さが10キロなんですね。10キロってことは、石油資源の採掘なんかで機械で掘りますよね。それが10キロなんですよね。それと、4月の13日と16日に、熊本県内の6市で、セシウム137の空間線量が、5倍から、ものすごくピーンと跳ね上がったんですね。これは一体何なんだろう。こういうことですよね。空間線量が5倍から40倍ぐらい。普通 0.05 マイクロシーベルトパーアワーぐらいなんですけど、それが 0.05 からその10倍で 0.5。 だから 0.5 とか2とか。跳ね上がっちゃったんですね。6市で。これは直下型なのということですね。石塚友人さん、少し古いけど参考情報です。メンツと団体に注目。はい。なおちゃんさん、国際観光戦略研究所最高顧問小沢一郎、石原慎太郎、スイスカジノに学ぶという。こんなのあるんだ。国際観光戦略研究所ってのがあるんですかね。砂月さん、真面目そうな人がたまにつく嘘ほど質の悪いものはないですねということですが、中さん、こんばんは。茨城の震度5強もピーハがなかったと言いますので。あ、そうなんだ、中平さん。
それから今日の次は推薦都市朗読編ですね。今日は第3章、安倍晋三は日本国民の金を米国に差し出す。TPP で日本経済は完全に破壊される。で、安倍晋三がイスラム国の日本人殺害の元凶ということで、134ページから138ページですね。これですね。で、安倍晋三がイスラム国の日本人殺害の元凶と、2015年1月7日、フランス新聞社襲撃テロが発生したと、読者にも記憶があるだろうと。同日午前11時30分、首都パリで風刺週刊誌を発行しているシャルリエブド本社を覆面した武装集団イスラム教徒が襲撃、警官2人、編集長、風刺漫画の担当者やコラム執筆者を含め計12人を殺害したと。その後、逃走した犯人2人は人質を取って印刷会社に立てこもったと。また別の実行犯はモンルージュ警察官襲撃事件、さらにユダヤ食品スーパー襲撃事件を引き起こしたと。特殊部隊の強行突入で3人の犯人が射殺されたが、人質のうち4人が犠牲になったと。なぜこのような事件が起きたのかと。同日発表されたシャルリエブドには、イスラム過激派を挑発する風刺画が掲載されていて、彼らはそれに激怒した。2015年1月、フランス新聞社襲撃テロ発生からの動きを時系列で掲示すると、日本国民は記憶を確実に蘇らせるべきであると。重大な出来事は忘れるべきではないのであると。1月7日、フランス新聞社襲撃テロが発生したと。1月17日、安倍晋三は中東訪問を開始すると。21日まで。1月19日、安倍晋三はイスラエル国旗を背景に記者会見。1月20日、イスラム国は日本人人質映像を公開すると。後に殺害と。中東世界でユダヤ人国家イスラエルとアラブイスラム国家が衝突を繰り返していることは誰もが知っていることだ。基礎的な事実を確認すると。1948年5月、中東パレスチナにユダヤ人国家イスラエルが建国されたと。ユダヤ人集団がパレスチナ人の土地を奪って建国したのだと。その時には多くのパレスチナ人がユダヤ人集団に殺されたと。そして土地を奪われた。現在でもパレスチナ問題は何にも解決してないと。彼らは土地を奪われたままであると。そして殺され続けているだけだと。この情勢をアラブ、イスラム世界は許していないと。こんな非道な情勢が許せるはずがないのであると。それゆえに中東世界では繰り返し中東戦争が起こるのだと。同時にテロが繰り返されると。なぜこのようなことになっているのかと。先に結論を言うならば、イスラエル建国の背後には地球支配階級が存在すると。同時に中東戦争とテロ事件の背後にも地球支配階級が存在すると。彼らは流血、テロと戦争を欲している。彼らは悪魔なのだと。さて、そのような中東世界、に安倍晋三は出かけていって、当時はフランス新聞社襲撃テロが発生した直後である。イスラエル国旗を背後に記者会見をする。これをイスラム国はどう見るか。当然彼らは安倍晋三イコール日本国政府はユダヤの味方であると判断する。イスラム国は安倍晋三の挑発に激怒すると。1月19日翌日、彼らは日本人人質映像を公開したと。1月20日。だがこの段階ではまだ問題解決の余地はあった。つまり人質は殺害されると決まっていたわけではないと。イスラム国は日本国政府と安倍晋三にお前たちはどうするつもりかと迫るが、安倍晋三は回答しないと。それで彼らは日本人人質2人を殺害したと。なぜイスラム国の日本人殺害が起こったのと。投資、安倍晋三がイスラム国の日本人殺害の元凶である。第2章では安倍晋三は迷彩服を着て戦車に乗って非色満面のバカ男であると、ことを指摘したと。身を踏まえて言うならば、安倍晋三は異常な男なのであると。安倍晋三の異常性を別の視点から透視すると。この男は本当にどうにもならない男であると。現代世界、近未来世界に生きる日本国民はそのことを肝に銘じて知るべきであると。まさに 100% 同意ですね、これね。で、次の章は、安倍晋三はダブル狂気の男であると。そうですね。これ明日ですね。明日です。フランス語か。あさって木曜日ですね。シカゴさん、放送中、リツイート、2020年東京オリンピック買収疑惑の主犯は安倍晋三首相。
森喜朗招致委員会評議会議長、猪瀬都知事、武田招致委員会理事長と電通だろうということですね。吉川さんが朗読最新推奨本、日本人だけ知らないこの国の重大な真実、鈴木恵子著、中継さんコンティニューコインどうぞと、ありがとうございました。吉川さんこんばんは。あ、そうですね、茨城の5度、これもピーハがないと。そして今日のメインテーマは、あ、先にやっちゃいましたね。2020年東京オリンピック買収疑惑の中心は、中心じゃない、疑惑の主犯はですね、安倍晋三首相、森喜朗、猪瀬知事、武田と電通だということですね。今何分ですかね。61分ですね。それと今日のトピックスですね。トピックスの最終は五輪招致裏金疑惑、責任転嫁で逃げ切りを図る JOC の剥奪と日韓連帯ですね。で次が、あ、感染症予防防止に数百億円拠出、首相サミットで表明をと、またこのバカ男が金をばらまくと。要するに金をばらまくことによってしか自分の価値を認めてもらわないと。だから自分の金を出せばいいんだけど、国民の金をくすねんだよね、彼はね。とんでもないよね、こういう。エボラ出血熱。あれもやらせでしょ。最近兵器でしょ、おそらく。人口削減。これですね。数百億円って、どっからそんな金出てくるのって。お前自分の払えよ。ということでしょ。国民の金を一銭も使うなと。それと3番目。生活保護引き下げ、違憲訴訟、受給者死にたいと思わないかなと、ひどいね。生活保護費も減額すると。いうことを平気でやるんですよね。宇都宮さんなんかがこの原告の弁護団に入ってるんですね。田中隆作じゃないですね。生活保護引き下げ、違憲訴訟、受給者死にたいと思わない日はないという、これですよね。で車椅子に乗ってる方なんですね。前年度、あ、総選挙で自民党が生活保護費 10% 削減って公約に挙げてたの。はあ、原告の松野康史さん、食費の中身が薄くなったため65キロあった体重は50キロを切る寸前だと。訪問看護師に栄養不足と言われ、スーツは40年前に仕立てたということですね。で今日の弁論では原告代表の松野康さん81歳が意見陳述したと。消費税の増税と生活保護基準の引き下げで家庭はいよいよ苦しくなりましたと。じりじり首を絞めるような弱い者いじめは失病や自殺のもとになりますと。私も早く死にたいと思わない日はないほどですと。で続いて宇都宮検事弁護士が陳述したと。宇都宮弁護士は上述の物価比較について生活保護費引き下げのために厚労省が突如として導入したと。一般市民にとって最後の取り手としての生活保護が政治的思惑によって転じられることは許されないんだと。本当一日も早くこの安倍晋三事故、ファシスト政権を打倒しないと国民は本当弱い人から殺されますよね。から自民内で敵地攻撃能力を専守防衛逸脱の恐れという東京新聞。
こういう記事は東京新聞いいですね。これは結局やらせなんですよ、これね。北朝鮮がミサイル発射する、原爆実験するというと、自民党のいわゆるネオコン派、アメリカの軍産複合体ネオコンとつながってる、あるいは国内の軍需産業とつながってるネオコン戦争派が、こういうふうに、それを利用して日本も敵地に先制攻撃できるような装備をすべきだと。そしてアメリカの軍需産業からハイテク兵器を買うと。こういう段取りで全部つながっちゃったんですよ、これね。自民党。今日の特別情報ですね。停戦を利用してサウジやトルコは第一子などを支援するための戦闘員を派遣、高性能兵器を供給と、桜井ジャーナルさん。トルコとサウジアラビアは最悪だね。結局、シオニスト、イスラエルと、みんなつるんでですね、イスラエル、サウジアラビア、トルコが、アメリカを中心にした軍産複合体、ネオコン戦争派とつるんでやっていると。一体として戦争を仕掛けて、第三次世界大戦まで持ってこうという、その背後には、いわゆる、奥の院がいるわけですよね。だから奥の院にとって、トルコとかサウジアラビアとか、イスラエルっていうのは代理人なんですよね。自分たちの指図命令を忠実に実行する。わ、マイナスアチ。代理人なんですよ。そこが意地悪なんです。周平さん、極悪非道なんて時代劇に出てくる悪党なんだと思ったら、安倍とその内閣、取り巻く周辺、利権に群れる輩、みんなで本気に立ち向かわないと。そういうことなんですよ。殺されちゃうよ。停戦を、これは今のあれですね。それと、今日の、注目情報、年収100億円でも税率10%、日本もタックスヘイブンだったと。大企業と富裕層に優しい安倍政権の税制のからくり、小石川慎一さんとリテラですね。これもいい記事ですね。リテラ冴えてますね。リテラは表と裏があんまりないんじゃないですか。表で勝負してるんじゃないですかね。マイナス11。これですね。ということです。現在は9時7分ですね。68分54秒経過。閲覧125名様、計284名様、コメント70ということで、たくさんのコンティニューコインと、それからお茶ですね、いただきましたね。コメントたくさんもらいましたね。ありがとうございました。ということで、今日は月曜じゃなくて火曜日ですね。火曜日で、明日水曜日で、フランス語放送ですけど、もしよろしければ合流してください。ということで、今日お疲れ様でした。今日の放送はこれで終わりです。